茨城県北部で揺れを検出。茨城県北部で地震。推定災害震度4。 震度速報、最大震度4を、茨城県、で観測しました。0時40分現在の大雨危険度をお知らせします。群馬県の大雨危険度はレベル2に加工しました。 茨城県北部で地震。推定災害震度4。 REEST 地震情報が発表されました19日0時48分22秒に本州東部東岸で地震がありました震源の深さは 10.1km マグニチュードは4.8と推定されています。 震度速報。最大震度5弱を茨城県で観測しました。

この地震で最大震度4を震されました。19日0時2ま分16秒インドネシア、パプアで地震がありました。震源の深さは 10km、マグニチュードは4.8と推定されています。 REEST 地震情報が更新されました19日0時48分22秒に本州東部東岸で地震がありました震源の深さは23.4キロメートルマグニチュードは4.6と推定されています。USGS 地震情報が発表されました 1 19日0時27分16秒にインドネシア、パプアで地震がありました、震源の深さは10キロメートル、マグニチュードは4.8と推定されています。 地震情報。午前0時50分頃最大震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県北部。震源の深さはごく浅い。地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されています。この地震で最大震度5弱を茨城県北部で観測しました。また、震度3を 福島県中通り、栃木県南部、埼玉県北部で観測しています。<noise> 茨城県北部で揺れを検出。 you <phone rings>